皆さん、こんにちは。このようにお話しするのは緊張します。私の日本語でうまく伝えられるかわかりませんが、神様が私にしてくださった素晴らしい愛と忍耐についての証をさせていただきます。私の名前はタギャム・アイビーです。フィリピン生まれで15歳の時に日本に来ました。今は日本のセブンスデイ・アドベンティス教団のホープチャンネルで働いています。時が経つのは早く、ここで働き始めて3年目になりました。今回は私がどのように私のファーストラブであるイエス様と出会ったかを話します。まず最初はお祈りします。Precious Father in heaven, I thank you, Lord, for this privilege that you have given me to share the wonderful things that you have done for me. Please bless those who will listen, and also, Lord God, please touch my lips that I may only speak the words coming from you. In Jesus' name I pray, Amen. 私の38年間の人生を10分では漂白できませんが、私の初恋のイエス様を知るきっかけになった部分をお伝えしたいと思います。私はプロテスタントのクリスチャン家庭に生まれました。家族で、教会に通い、家族で礼拝し、友人と聖書研究をして育ちました。私が15歳になるまでは家族の絆がとても強かったのですが、両親は、不倫が原因で離婚し、すべてバラバラになりました。今までの愛や、安心感、心地よさが突然消えてしまったのです。私たち姉妹は、母と一緒に暮らすことになり、父は、休みの時に、訪ねてくるだけでした。母は私たちを、支えるために働く必要がありました。そして母は私たちを養うために日本で働くことにしました。母が日本で仕事している間、私たち姉妹は父と一緒に過ごしました。私の幼い頃は、子供が見てはいけないものを見てしまい、経験してはいけないものを経験しました。それは今でも私の中に残っています。長い話を短くすると、私の子供時代は散々なものでした。この時の話をするのは、この時のことがその後の私の人生に大きな影響を及ぼしたからです。15歳の時、母が再婚のために日本に来ることになりました。日本語をはじめ、何もかも初めてで、慣れるまでは本当に大変でした。私と2人の妹が日本に来る前に、母は SDA の教会でバプテスマを受け、アドベンティストになりました。私は17歳の時にバプテスマを受けました。バプテスマを受ける前にも、聖書の勉強をしてたのですが、正直なところですね、安息日が毎週の決まりごとになっているだけで、自分が何をしているのかよくわかりませんでした。イエス様が私になさったことも、安息日の大切さも全く理解していませんでした。15か16歳の時に、フルタイムのお仕事を始めました。昼間は働き、夜はホームスクールで勉強しましたが、ホームスクールは、1年で辞め、フルタイムの仕事に、集中しました。働きながら日本語を覚え、夢だった、グラフィックデザインの学校に通うことにしました。しかし、あることがきっかけで、計画を、変更しなければ
亡くなりました。私は、大家族の一員で、7人兄弟の、長女だったので、家族の生活のために、自分の夢を、断念しなければなりませんでした。しかし、それがその後の反抗期の始まりで、でもありました。私は家族に愛されていない、重要ではないんだと感じました。酒を飲むようになり、バーに行き、カラオケに行き、映画に行き、持つべきでない人間関係を持つようになりました。神様のことを考えなくなるような生活を送るようになりました。心の底では、自分がしていることが間違っていることを知りながら、私の心の中にある虚しさを満たしてくれる何か愛や喜びを探していました。同時に精霊がそれをするなと言っているのを聞こえました。しかし、自分を見失うところまで来てしまいました。仲間や誰がいても満たされない、愛されてない虚しさを感じてしまいました。私が欲しかったのは、ただただただ愛されることだけだったのです。2014年は人生のどん底で最も気持ちが沈んだ年で、すべてを投げ出したくなった時でした。自分にも、周りの人にも、そして神様にも腹が立ってしまいました。そんな私の惨めな姿に気づいた妹は、私のライフスタイルを改めて見てはどうかと提案が来ました。一週間だけでいいから、世俗的な歌を聴いたり、映画を見たりするのをやめ、代わりに説教を聞いたり、賛美歌を聞いてみたらどうかと言いました。もし一週間経っても何も変わらなければ、彼女はそれ以上神様のことを何も言わないというのです。私はこれ以上、失うものは何もないのだから、試してみようと思いました。ある日、私は家にいて気分が落ち込み、神様に、どうして私はこんな目に遭わせるのか、なんで何度も傷つけられなきゃいけないのかと叫び始めました。その時はとてもはっきりとした声を聞きました。その声はとてもはっきりしていて、まるで目の前に誰かがいるような気がしました。その声はこう言ったのです。あなたは私に同じことをしている。私はあなたにとって一番いいものをあげたいだけなのに。私はただあなたを愛したいだけなのに。あなたはいつも私を拒否する。この声を聞いた瞬間、私はパウロのような気持ちになりました。目から鱗が落ちました。本当に初めて私を救うために命さえも捧げられ、この自分のために最善を尽くしてくれる唯一の方に、自分がどう接してきたのかを恥じたのです。その時開いていた聖書を手に取り読みました。コリント人への第一の手紙、10章31節です。だから飲むにも食べるにも、また何事にも、すべて神の栄光のためにすべきである。その言葉は生きていて、直接語りかけてくれるような感じがしました。私は泣きながら、耳を傾けず、自分勝手なことばかりしていたこの私をどうぞ許してください、と神様にお願いしたのを覚えています。
今までずっと好きなように生きていて、自分がしてきたことを神様を栄光、神様の栄光を与えるものではなかった。私は初めて神様と心を通わせて話ができました。そして目を覚めた時に許され救われた喜びを味わい、私の心を平安で満たされました。それから数週間の間に全てが変わりました。教会で行われたプログラムや説教は全て私のために書かれたような感じました。神様は、私が個人的により深く神様を知ることができるように道を用意してくださったのだと思いました。日を追うごとに神様はエレミア書29章11節の約束に本当に忠実な方だということが分かりました。主は言われる。私はあなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方は将来を与え、希望を与えようとするものである。私は心の虚しさを満たしてくれるアガペの愛を探して、世の道に迷っていました。私はサマリアの女のように、満たされないものを求め続け、イエスがただそこにいて、私が主の愛を受け入れるのを待っていることに気づきませんでした。私たちはこの世の娯楽に楽しみは乱せるかもしれませんが、それだけでは満足できず、何か満たされないものが残ります。あなたの心を満たし、永遠に続く喜びと愛を与えることができるのは神様だけです。イエス様だけが時の終わるまで私たちを決して見捨てず、共にいてくださるのです。私たちが日々の生活に追われていようとも、ご自分の命さえも私たちに与えてくださった方を忘れたり、手放したりすることがないように祈りたいと思います。私は初恋の人であるイエス様に出会ったことをお話ししましたが、この出来事はこのようなものとは思いません。だから私はイエス様に従うことにしました。これからもこの素晴らしいお方から私たちが目を離すことがありませんようにお祈りします。Thank you, loving Father, for being with me throughout this testimony. Please continue to guide me and give me wisdom from above, and also to those people who are listening, help us, Lord, to surrender everything unto Thee. In Jesus' name I pray, Amen.